日本徳島県鳴門市鳴門町と佐戸マリウラ鳴門町、と佐戸マリウラは徳島県鳴門市の大技、大下島内に位置する。2011年12月31日現在、の人口は1628人、世帯数は749世帯。郵便番号は、郵便番号772-0053。鳴門市の東北部、大下島の東部に位置する。 大下島内の5つの集落を統括した地名である。大下島の東半分を占める。東は、鳴門海峡に、北は、瀬戸内海に、西は、内の海に、南は小鳴門海峡に面している。海岸線を、徳島県道11号鳴門公園線が通る。大鳴門橋の河橋工事は1976年に着工されて、1985年に完成した。 地内には、ナルト公園を中心に、大塚国際美術館、徳島県立大ナルト橋下橋記念館があるほか、2000年には、大ナルト橋の橋下た部に、渦の道が開設された。あざと砂漠の牛尾明寺には、土佐日記の貴賀行きの、年頃おすみしところの名にしおえ、脇夜なみをも、哀れとぞ見るのか日が、慶応三年に建てられている。江戸期から、 町村制の執行された1889年に、かけては、坂東軍及び、板野軍の村であった。漢文4年1664年より、板野軍に属す。1889年に、道軍鳴門村、1940年に、鳴門町の大技となった。1947年3月には、鳴海南市、同年5月より、現在の鳴門市のあざなとなる。 大塚国際美術館徳島県立大、鳴戸橋家境記念館賞が浜戸大鳴戸橋。ありがとうございます。